と早い。ちょっと早いけれども始めちゃいました。おはようございます、こんにちは、こんばんは、アニョン、ハロー。で皆さん今日ね、ちょっと朝の配信、あ、違う、朝のメールで今日はランキング発表とこのお昼ご飯を食べるよって話をしたんだけれども、あのランキングをね、ちょっと夜にしようかなと思いますので、はい、まあ、ちょっと夜また配信するんですけど、時間帯がね分かんないんだけど19時とかそれぐらいだと思いますにするかもしれないので、はい、まあ、また押します。カニカニ、今日三部制で今日、あ、もうほんとね昼だからなんかそんなバチバチにメイクしてもな、メイクじゃないわ、そんなバチバチにこう格好とかも決めてもなと思ったので、ちょっとあのなんとこのオンラインを使ってですね、下はパジャマっていうことでね上だけ書いちゃったはい、そんな感じですよ。まあこんな感じよ。光の加減がちょっと寝てたのか、あ、大正解、寝てました。起きたの11時10分やべえだって昼ごはん準備してっても言ってもあ本当にただ野菜炒めを作っただけです、はい、今日も野菜炒めを、ね、食したいと思います。今日朝何食べたっけ、納豆か、納豆と水羊羹と、なんだっけ、なんて言ったっけ、あれ、かまぼこだ。もちろん二度寝はね、あのしないといけないものなので確実に二度寝というものでするものなので、私の中で二度寝は必須なんでね、必須も必須必須項目。今日はそう野菜炒め、ラップ包んでるんですけど、野菜炒めと冷ややっこ持ってきました。で、ちょっとまだ物足りないかなとか思ったらあの桃があるんで、応答があるので応答を使おうかなとも思ってます。オートムこうかなっていう、オートムいちゃおうかなみたいなね。You are Japan, Japan 語 is mecha good. Yay. Thank you. Thank you. ではこれ休憩です。おお。今日は薬味をね、そうつけようと思ったんです。で。なネギ欲しいなとか思ったんだけどネギなく、まあ、あったんだけどちょっと切るの面倒くさくなってで何ですか、あ、生姜もつけようかなと思ったんだけど出すの面倒くさくてやめました
わかる、ゆずポン美味しいよね。ちょっと醤油なんですけど。まあ美味しいからなくても美味しいから大丈夫。モンスター花火ありがとうございます。今日休みだったの？あら、何やってた？言い訳ビビ。ステーキもあるんだよ。焼いたらステーキできるけど、焼く？焼いちゃう？え、待って、オンライン授業受けながら見てるよ。悪いか悪いか悪いか、ここにいる。いいよ、いやいや、バレなかったらいいからこの辺見るのはできないんじゃない？だって授業見ないといけないでしょ。オンライン授業がどういうものなのかがわからないからさ、何も言えないわ。友達がみんなオンライン授業受けとるんだけど、まあ別に話聞かないしね。あ、でもやっぱね、お話聞かないといけないじゃん。なんかあれある？なんかあの普通の授業の時みたいな感じでさ、じゃあ誰々みたいな、誰々さん答えてくださいみたいな、あるんですか？オンライン授業マジ頭入ってこない。あ、そうなんだ。へえ。いや、まあそりゃそうだよね。やっぱね、普通にその場で授業受けた方が一番分かりやすいというかさ、なんか声とかも聞き取りやすいし。家にいるっていうのがまずなんか変な感じするよね。子供がワイワイしてるわ。あ、そう、ちょっと早めに始めちゃったの。やっほー、こんにちは、こんにちは。そうだよね、家だとね、やっぱね、なんかこう横にベッドあるしとか、ちょっとだらけちゃう気持ちが入っちゃうね。よし、やろうとはなんかならない気もする。だって私もそうだもん、家で勉強とか絶対できない。あ、もうちょっとカフェとか行って、まあタリーズなんですけど見渡しタリーズなんですけど、タリーズ行って勉強する。そしたらはかどる。なんか誰かに見られてるっていうその感じの方が私はできる。ダンスの練習はまた別なんですけど。図書館いいよね、あの静かな環境がね。いい、わかる。あ、ちょっと横になるだけの後の記憶はなくなる。そう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 ちょっとあの1分ぐらい目と自分みたいな感じでパタッてなったら気づいたら、あれってなる。もう3時間ぐらい寝てるみたいな。え、あれ、え、やばいやばい、わーとか待って、やば、門脇先生のオンライン授業何教えたらいい？本日はですね、
日から頑張ろう。いやなんかさ、私明日から頑張ろうってさ、私も思うんだけど、でもなんかよく言うじゃん、明日からじゃなくて今日からやろうみたいな、ね、言われるんだよ。言われるやん、言われてた昔は。もう今は言われないけど、宿題とか、宿題勉強か、懐かしい。ポケが最近買ってないんですよね。なんかね、自分でデッキ作ったんだけど、そのデッキを試せる機会もなく、はぁーのまま。ご飯食べないの？食べます、食べます。わかりました、食べます。みんなで食べましょう。準備できてますか？では。なんか家族のさ、人がさ、ポケモン GO 始めてくれて、ママとかお父さんも、お父さんもなんだ、お父さんが先に始めてて、私がポケモン GO やってよって言ったらいいよって言って入れてくれてやってたんだけど、そしたら お母さんにも聞いて、お母さんもやってくれてるんだけど、めちゃめちゃなんか神王の石とか、なんか進化に必要な石が出てこなくて一向に進化させられないんだけどみたいなこと言ってたとか、淡路はなんかもう全然なくて、そのポケストップとかがさあんまないのよ、多分ないと思う。だからさ、なんかボールとかも集めにくいし、なんかかわいそう。こっちはめちゃめちゃいろいろあるけど、やっぱはい、ややっこまだまだほかほかです。いただきます。え、そうなんよ、今ジャマゼンタになってるからやらないとと思ってる。ザシアンゲットしてるんですけど、ジャマゼンタまだプリンみたい、プリンだと思って食べようかな。うん、甘い気がする。うわっ、ネギトロのいいな。でも私パルキア、あの色違いゲットしたんですよ。卵豆腐じゃない、プリン箸で。まあそういう人もいるよね。いるよね、そういう人もね。今日はねめちゃめちゃ具だくさんにしました。ジャマゼンタ、うん、ジャマゼンタ。意外とね、なんかミユめっちゃ、え、ミユ料理できるんだみたいなとか、あのテレビのやつとかでもなんか、え、門脇さんって料理できるんですねみたいな感じで言われるんや。みゆみゆって料理できるんだねみたいな。え、まあ意外とちょっとみたいな。なんかやっぱ最初のイメージが結構料理できないみたいな感じだったから、でも最近はまあ別にそんな知識もないけど、でもある程度の手際は、まあ、なんかある。うん、なんか
リンゴとか剥いてたんだけど、え、リンゴ剥けるの？みたいな。めっちゃ水気多いんだけど、このこんな水気多かったっけ。もうちょっと食べてもよかった。玉ねぎ美味しいと思って最近。リンゴ剥けるよ、リンゴの皮ね。めちゃめちゃ綺麗に剥けないけどある程度の、まあなんか皮剥けるぐらい、剥けるまあ剥けるぐらい。それな、葵ちゃんの女子力が半端ない。爆発してる。うん、うん、顎についた。ねえ、妹テレビ私のき自由はないと思うけど別にそんな美味しいわけでもないし、多分プリンに見える。カラメル、醤油カラメル、やめてよ、そう見えるやん。ちょっともうプリンの味してきちゃったもん。プリン家にあるよ、生クリームプリンみたいな。このプリンやったらやばいやん。だってなんか甘いの食べて、しょっぱいの食べてって忙しい忙しい。うわマリトッツォのクロワッサン食べたい。ずるっ。いいな。いいな。食べない。まあ世の中ね、あのレシピがあれば何でも作れるよね。いいんだね。そばもいいね。剥いたことない果物。そりゃあるよ、いっぱい。もうパイナップルとか剥いたことないもん。あれ？芯の部分をくり抜く機械みたいな、なそういう機器があるよね。メロン食べたー、おばちゃん。うん、確かにパイナップルも剥かれてるのがいいか。
なんとなく夏、あ、夏っぽいでしょ私ね。そう、夏なんですよ。よく言われる。元気だからね。サーフィンしてそうでしょ。ネギ糖にわさびたっぷりでいただいてます。うわ、うざい。いいな。いいな。私はでも何食べたい。ピザ。な、おいしい。もっとサラダチキン入れればよかった。サラダチキン入れてます。あ、これ去年一昨年、え一昨年だ。一昨年のだよ。やばくない？ピザが好き。何が好きかって生地が好きなんですよ。あのなんか薄いのじゃなくて厚い、もうムッチムチのプニ生地生地がプニになった生地が好きなの。うん、壁紙にしたい。うん、じゃあもうこれ一面中これ貼るの結構難易度高いです。ナンもいいね。そう、ナンも好き。だからナンペッポー結構あのもちもちだから好き。うん、でも最近だったら耳の部分にチーズが入ってるのとかあるからすごいそれ好き。で耳残す人いるじゃん、たまに。分かってないな、耳が一番美味しいんだぞって思うわけですよ。こっちはスープカレー、北海道、おばちゃん。うん、いいね。なんかトルティーヤの生地も好きよ。食べます。チンギスカン食べたい。おばちゃん。ミュウミュウとおしゃれな喫茶店行きたい。カニカニカニ。私と行きたい場所ってさ、みんな多分焼肉とかじゃないの方がミュウらしいよ思いません？パフェ買って、パフェ買って、イメージ焼肉。どっちがいっぱい食べれるか勝負しようよとか言ってこんなんじゃ持てんしんどい。かき氷いいね、食べに行こうよ。あ、そう、この間またね、かき氷食べに行ったんよ。
みんなに思わせた。しゃぶしゃぶと焼肉の焼肉。氷屋雪星さんまた行ったんですよ。そしたら黒ごま炭治郎を食べれると思って行ったらなくて、オーマイガーってその時何食べたっけ、あのクリームブリュレ、あのもう定番メニューなんで、定番メニューというかもう、王道で入ってる、絶対入ってるやつなんですけど、クリームブリュレにしました。ピスタチオなんとかなんとかもちょっと気になったんだけど、飲みました。オーマイガーだってだってあなたがこの間食うかって言ってたオムライス、めっちゃ美味しかったオムライスのお店なんだっけ、クーカなんだっけ、あれお店の名前忘れちゃった。府中、一緒に府中行って、いちご味食べてたの、あ、葵ちゃんですそう、誰と食べたとかも言ってなかった、ごめんね、葵ちゃんです。あのドーム型のでっかい、多分私のはでもオムライスじゃなかったんだよ、私のはねスフレみたいなファッファの卵なんだけど、スフレ、スフレにリゾット、私のはリゾットだったんだけど美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった、もうふわふわで上が、でもあのスフレの部分はふわふわなんだけど味はないみたいあ、マネネ、あ、マネネとご飯行ったことない、行か、あの行ってくれない一緒にあ、みゆちゃんすこ、みゆもすこ、そういつもねマネージャーさん行ってくれるんだけど、そのマネージャーさんってマネネじゃないんだよ、また別の、まあなんか言わないあんま、マネネにご飯行こうよってあんま言わないかも、私が、それもある、いっぱい食べる君がちゃんとのマネージャー、担当マネージャー
めて自主的にご飯とか食べない感じ。めちゃめちゃ食べる。私にご飯を食べないっていう選択肢はないから。食べてないと生きていけない何か口に入れてこないと生きていけないみたいな。なんでだろうね、なんで言わないんだろう。最近タピってないですね。自粛してます。飲みたいんですけど自粛。ああそうだね、確かにそれもあるわ。なんかなんかご飯を食べるじゃなくて、もうなんか間間とかでこう刻んでるお菓子でみたいな。キピーも食べてないよ。全然食べてない。もうお菓子食べてない私。お菓子食べてる。ほんとなんかコンビニとか行ったらマジで誘惑が。とりあえず配信終わったらコンビニで今売ってる禁断の幸せバターを買おうかなと思ってる買いだめしとこうかなみたいな。食べないけど買いだめ置いとこうかなってマジで。マグロアボカド巻き、うわ、ま、アボカドあるよ私。アボカド出してこようかなと思ったんだけど今日ちょっとねあれは禁断マジ。そんなに、いやー大好きじゃないですか買いだめ大切、めちゃめちゃ大切だよ。だってさ、あの禁断のバター、幸せバターとかさ、今しかないかもしれないじゃん。これからずっと出るわけじゃないでしょ多分。あれあれは買っとかないと。幸せバターはさスーパーにあるんだけど、ドキホテにあるで。マジドキホテ行こうかな。お湯にはちょっと濃かった。マジ、いやっぱカロリーが一番ですからカロリー高いものほど美味しいものはない。高ければ高いほどってわけじゃないけど、まあまあまあ、でも高ければまあある程度。ちょっと待って、足しびれてる、やばい。ハイクシュリンプ食べたかったのに全然食べてない。あとブルーハワイの飲み物、マックフィズですかね、わかんないけど。美味しいものは脂肪と糖で。
全部チリソース構いません。フルハーフ毎日飲んでる。本当にそれぐらい美味しい。メロンシェイク飲んでない。やっぱねハンバーガーを食べないんだよね。ね、え、ミミ助けて、オンライン授業がモノボケ体験になってる。どういうことどういうことどういうこと、わかんない、どうしよう、ついてけない今時の大学生大学生なのかしかもガーリックシュリンプ食べたい、本場の。ハワイ行きたかったね、みんなね。大人の、そうめちゃめちゃそれ気になってて、私あのマスタード、マスタードベーコン味、チーソース抜きにしたら、え、抜きにできるんだ。何食べてんの。野菜炒め、家にあるもので適当に作った野菜炒め。YouTube 動画のために YouTube? 撮るの。はい、皆さんこんにちは、 ST48 岡田キミユナですなんと今日はですね、お昼ご飯を食べちゃいたいと思いますマジしょうもない誰がみんなそれ今日のお昼ご飯は水羊羹ねしょぼいし、うわ、いきなり、いきなりってことを見たらいきなりステーキ食べたくなるやん。やられてる。シュッポッみたいな出て、うん、いきなりステーキ行ったことない。あれは行かなダメよ。まあでもどうだろうね。何グラム、何グラム食べてたんだっけ。覚えてないや、もう結構前だもんな、行ってたの。あの広島にあるね、やっぱりステーキ、やっぱりステーキってところが美味しい。安いんですけど美味しい。うん、やっぱりある。うん、有名か。マジでハワイで、あのめちゃめちゃボリューミーなもの食べたかった。やっぱ海外ってさ、めちゃめちゃあのボリュームマックスじゃないですか。
それがもう私にぴったりじゃないですか、しかもぴったりの条件ですよ。みたいないの、行ったこと。トントンくんハートありがとう。じゃないし、ごめん。よいよ、よいよありがとう。ちょっともうお腹いっぱい、結構前、ちょっと前からお腹いっぱいだったんだけども、ここまで頑張った。でも ドリンクのせい。こんなんでしょ。え、もうこれと同じぐらいでしょ。もうこう、あの何、あのこうやって私、あのこういうやつじゃなくてさ、普通の飲むタイプのやつもこれぐらいでかいでしょ。ポンタハートありがとうございます。ジェントル君花火ありがとうございます。ジェントル君気持ち悪いな。トリエンあ、今から会社の打ち合わせ。いってらっしゃい。みんなもうお昼終わるぐらいかな。頑張ってらっしゃい。頑張ってきてね。映画館の一番でかいやつが普通サイズで。ごめん、分かんない映画館の一番でかいサイズがちょっとまだよく分からないんですけど、うーん、これぐらい、これよりでかい。IKEA、 IKEA ってさ、めちゃめちゃなんかいろいろあるよね。私行ってみたい。行きたい。Tomorrow Mac の L、 Mac の L は結構小さいじゃない。外国人からしたらそんなことないのか。でも外国人からしたらさ、多分普通サイズが Mac の L でしょ。普通サイズじゃないかも。でも絶対さ、 Mac の L は頼むよね、絶対。 L サイズね。 S なんか頼まんよ絶対。こんなんうまいで終わりね、私と一緒や。IKEA はミートボールな。私 IKEA のなんかあのあれ食べたい、ホットドッグかな、食べたい。ポテ投げ食べたい。ポテ投げ買いたい。ポテ投げ、ポテ投げの LL。カレーもある、カレーもあるの、いいじゃん。IKEAはいいね、揃ってる。ハロー、ヘロー、アンニョン。ファミチキの大きいやつ食べたじゃない。ファミチキの大きいやつなんかあるの。たい焼き食べたい。たい焼き食べたい。たい焼き食べたくなった。いや、なんか本通りのところに新しくなんかたい焼きができるらしく、めちゃめちゃ楽しみなんだけど、食べたいってなってる。絶対食べるんだけどってなってる。今はみま 40% 増量してる。まあ行くしかなくない。ちょっから行ってくるわ
かナルトなんとかナルトキントキみたいなナルトキントキを使ったみたいなやつかな、ちょっと分かんないけど。兵庫県の淡路島に1個100円で売ってるクレープ屋あるの知ってる？知らない。どこ知ってるかな、私知らないと思う。嬉しい。なんかね、東京にでも一回食べたような気がするんだよね、そのお店の気がするだけかも。でもなんかアイスもなかみたいな感じのやつも置いとって、おいしそう。まだね、作り途中みたいな、まだ骨組みとかしかないけど楽しみ。ありがとうございますって感じ。あそこに作ってくれて、作ってくださり。ヨアさんだるまありがとうございます。ヨスちゃんハートありがとう。クレープ屋さん紹介して。いやなんかさ、もうなんか本当にすごい美味しそうなトーストとかあるんだけど、本当に食べたい。調べたらね、ご飯のやつとか調べてたらめちゃめちゃ分厚い、こんなぶっついトーストの上にあんバターとか乗っかってたりとか、あとなんかいろいろあるんですよ。それがめちゃめちゃ美味しそうで食べたい。コンタあとありがとうございます。私本当にあれ食べたい、ハニトー。本当にもうバカでかいバカでかいハニトー食べたい。食べたことなくて、あそこに売ってるわ。え吉島駅の下にあのご飯屋さんあるやん、あそこに売ってた気がする。行こう今度。でもね、この間行ったあのひなと一緒にね、まあ、あの韓国料理をずっと食べたんだけども、その前にあのカフェに行ったんですね。でその時にあの食べたなんだっけな、ハニーバタークリッチートーストがめちゃめちゃ美味しかった。ハニーバターとクリッチってクリームチーズの略称らしく、私全然分からなくて、このクリッチってどういう意味があるんで、クリームチーズの略だよって言われたあハニーバタークリッチトースト、ほんまに美味しかった。なんかこうきちょっとこう切られてるんだけど、こうクリームチーズが一個一個に乗ってて、めっちゃそのクリームチーズがめっちゃ美味しかったんだよね。なんかハニーバターだけじゃない、このクリームチーズの酸味も入ってるのがこうまた、あ、美味しいってなった。フレンチトーストも惹かれたんだよね。でも私アイス付きっていうところに惹かれて、うわクリームで油でフレンチトーストも食べたいみたいになったんだけど、ちょっと、まあ、フレンチトーストありきたりすぎるかと思って買いました。めっちゃ美味しかった。そう、ナイフとフォークで食べるようなやつ、これ絶対欲しい。ナイフって書いてあるでしょ。始まるよ大きさは一斤、あ、そんなでかくない、そんなでかい。一斤のはあのあれでしょ、ハニトー本当のでも普通の一あの一枚みたいな、一枚。そう、この時期やっぱアイス付きはやっぱちょっと惹かれる。アイスってなる。パン一斤丸ごと食べたことないんだよ。だから食べたい。パン一斤、一斤のハニートースト一人で動画撮ろうか、その時。はい、皆さんこんにちは。今日はなんと一斤ハニート
マネネと一緒に行こう。シワスバターどこに売ってるの？コンビニ？禁断のシワスバターはコンビニで売ってる。でもシワスバターはあんまりコンビニで売ってなくて、私の近くスーパーに売ってました。今日休みになったからずっと見てられる。あ、そうなの？いつも忙しいのに。ありがとう。個人的に話題の門脇さん。え、嬉しい。何？こんにちは。ありがとう。ハロさん、ハートありがとうございます。ジー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 、やっぱめちゃめちゃ気になる。おおおおお。ミューのクレープ屋さん行列できる。ミューのクレープ屋さん。ミューが作るの。クレープ。ああ、でも私も作ってみたいよね。私思ったんだよ、そのなんかクレープ作ってる動画を見たことが見たんだけど、その時にえ、なんか私が作ったらどうなるんだろうと思って、私がクレープ屋さんでさ働いてたらさ、もう多分もうモリモリにするだろうなとか思って思ったりなんの。思った。そう、ちょっと多めに多分入ってる気がする。おいで、私がクレープ屋さん開いたらおいで。ちょっと多めに しとくで。人によってはちょっと少なめとか。バイト君になります。バレないように、ちょっとチョコチップ多めみたいな。ひなちゃんがカフェ開くのカフェ。マジか。それちょっと、いや私は店員になりたくないな。客で、あのカウンター席みたいなところがあって、そこでずっと眺めとく。常連毎日好きあらば行く。ジャンジャン入った時、いらっしゃいヤッホー来たよ。終わろう。それは来ないよね。みゆ外でチラシ、あ、チラシ配りぐらいなら全然やりますよ。カフェのゆいです、よろしくお願いします。セブン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 。タマピオに会えるカフェ、そうだね。私は客としてだけど、ひながカフェ始めたらね。楽しそうだね、それもまたね。ぐるぐるしゃーみたいな。カフェの裏でシャーン、大丈夫。いや落としそうだな、倒しちゃったとか言ってね。聞こえてくる、大丈夫ですか。
ちょ、また少女漫画始まるから。ナポリさんめっちゃおすすめしてきそう。そう？あ、でもしてきそうだな。ちょっと濃いめの味とかおすすめしてきそう。あとね、店員がクリーム鼻につけてくる。あー、ひなならしそうだな。ちょっと食べてみたいな。ひな、鼻にクリームついてるよ。つまみ食いしたのバレちゃう。オムライスのケチャップめっちゃ、あー凝ってそう。あざといわ。なんか毎回毎回ケチャップ違うんだよね、文字がね。そんなのもうご飯楽しみに来るじゃなくて、ひなを見に楽しみに来ちゃう人いるじゃん。それはだーいいね。よしちゃん、レインボーさんありがとうございます。確かにそういうのはメイド喫茶でやってください。確かに。文字書くので5分待ってください。それは待ちすぎ。冷める冷める。もう5分待ってたら冷めてる。もう冷え冷え。それは逆に美味しくない。うわ言ってそう。レジで会計した後、また来てくれますかって言いそう。言って絶対言うやん。こうなんかお勘定してお釣りをこう渡すときにギュッてやって。また来てくれますか。くるー。行く行く。ちょうどいい。やっぱあの身長がやっぱちょっと低いからさ。また来てくれますか。行くよそれは。ミーミーのミニライブ。ライブすんだ私そこで。マジステージある。いやあるんだったらやるよ。うん、ステージが貯まるとミーミーからのご褒美がもらえる。え、私客だよ。客なのに私何あげたらいいの。開店から閉店までやばいですよね。多分2時間ぐらいでって言われそう。燃えセリフとプレゼント、いやもうそれはさ、ミュウたちだからさいいけどさ、その今ね、もうあの一般人として見て、一般人から見して見たら、一般のさなんか人がなんかやっててもさあるやん。いや私たちそのやっぱアイドルとしてやってたらさ、まだわあかわいいみたいになるけどじゃない。いやだからさ、こう一般でのこのやつだったらさ、だからもうこうやって「また来てくれますか？」とか言われたらさ、えその気あるのみたいな、え俺のこと好きなのみたいになるやん。ねえ、なんかアイドルとして見てたらさ、あっ何だかわいいなみたいななるけど、もうそう、でも店長が「もっと STA です」みたいな言わんじゃん別に。はい、元 STA の岩田ひなです。いや、言わないでしょ。
メイド喫茶とかそういう専門のね感じとかだったらいいけど、普通の普通のカフェでそれってたらなんかね、びっくりするやん。あ、いってらっしゃい、浜ちゃん頑張って、お仕事ファイティン。セリ、え、よいよ、ありがとう。なんかすごい広がるね。いや本当に私はね、本当和なので、和というか本当日本人、純日本人顔なので、やっぱあの着物とか浴衣が似合うんです。似合うんです似合っちゃうんですタマネギちゃんが最近急速に大人びとる気がする。大人だもの、もう大人、あと2年で私は20歳よ、20歳よ。旅館のおかみ、いらっしゃいませ。当店はですね。あ、やばい、どうした。見た目は大人、頭脳は子供。かっこよく決まってない。そんなもん、連帯、名探偵ミヤナ。トゥトゥルトゥートゥトゥトゥー、それルパン。永遠の17歳。17歳、うい、大事な大事なときめきだもん。ワン、ツー、せーの、はい、みみみみみみ、うーさみー、みみみみみみ、うーさみー、みみみみみみ、うーさみー、うさ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 みー、全力オッケー、笑顔でオッケー、うさみんうさみん、グルコサミン、ドパドパミン、いつかトップに登り詰めます。ラビンラブリーラブリミン、発声オッケー、演技もオッケー、うさみんうさみん、なんだっけな、スコポラミン、うん、いつか主役になります。ムーミームピリピリー、うーさみんうーさみん、体力持つのは1時間、うーさみレモスイミー。でも永遠の17歳だからまだまだいきますよ。1、2、7、うさみんパワーでメルヘンチェンジ、みんな大好き、好き好き大好き、うーとかうさみんアートにキュンキュンきらめく、ほんとの気持ち、キャハ、乙女の秘密だよ、ウィ、大事な大事なときめきだもん。フォリューサーさんはナナの本当の姿を知っても好きでいてくれますか。なんちゃってキュン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 、もう一回もう一回、うさみんハートにキュンキュンきらめく。キュン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 、懐かしいね。ね、マッシュマロハッペ、指先でプニプニ、楽しそうにあなたが弾いて笑う、プニプニマッシュ
シュマロほっぺ、私あなたのガキ、秘密の五線紙の暗号、大好きちょ、わかるかな、大好き、あ、言っちゃったこれもね、こんなに大好きあなたのすべて、僕の願いを届いて I love you、 明日世界が終わっても揺ら揺ら揺れている baby か、この振りが好きっていう人がいるんですよ。ラルルンラルルン、島風さん花火ありがとうございます。お花火リズム刻む Listen to me、 呼吸合わせ、キビのキビのキビのラ、やっぱミミの歌声、あー嬉しい、ありがとうございます。高い声、芸物しようか、彼女とは本当に何もなかったと否定しても、ニリニリこんなんやだよ、こんなこんなんで、これかわいい、にゃん、ありがとう、梅ちゃんですか、ありがとうございます。伸ばすはパイシート、砕いてビスケット、最後にそっと投げキース、点滅しているエロスとモラル、もっといいことしましょう、点滅しているデビルかエンジェ、何をためらっているの、点滅しているで、ま、あ、あ、なんだっけ愛のハザード、リスクは避けられないベロ、もう点滅、セルジュルタラスさん、ルン、ありがとうございます。君って、君って泣いたりしないんだね、思い出してごらんよ体動いちゃう、私は私は不器用だけど今は全てを受け止めたいからここにいるよ、 I will stay with you、 たとえ逃げあってもつまずいてもBaby, no, I will stay with you。 なくら闇でも、ふさん金魚、金魚、金魚パチ、ありがとう、ちゃんといるから、私が隣にいるから、これもきついよ、高くて、泣いたりしないんだね、思い思いです、もう肝ですね、やっぱね、私は私はマクスが小島さんで、ありがとうございます。ワクチン痛かった、痛かったか、よしよし、よく頑張った、
嘘、君ってで一目惚れしたの？嬉しいけど。よかったですか？玉ねぎうま。まあ食べてるの、まあなんか置いてるからちょっと食べようかなみたいな。こんにちは、ゆめさん。はじめまして。はじめまして。チュンペケスミだ。うわ、うどん食べるの？いいな、いいな、いいな。久々してきた。おお。いいね。嬉しい。そんな。羊羹一本丸ごとかい。かじってください、かじってください。配信終わったら天津飯食べよう。天津飯とかめちゃめちゃ食べたいやつやん、私が。あんかけのっけてね。うわ、羨ましい、食べたい。今一番何食べたいかって言われたらピザ。変わってない。変わってないのね。昨日食べなかった。あ、ステーキ食べるの？いや、私もステーキ食べようかな。あるんだよね、お肉が。で、解凍しててもうダメになっちゃうから、焼こうかな。焼く？焼くとこ見る？みんな。それか私が桃むくの見る？いや、ほんまにウーバーでピザパしたい。ほんとみんなで、みんなで一緒にピザパーティー。みんな何頼んだとか言ってね。私は、うん、3玉ぐらいある。3枚ある。L サイズ3枚って、やばすぎ。私がウーバーイーツしよう？する？多分もうなくなってるよ。夜ご飯で食べようかな。ちょっとお腹空いた時食べようかな。こま切りにして、こま切り。あのサイズで食べないけど、ちょっとこう切って食べようかな。焼肉みたいな。チーズ増し増し。あー、もうチーズ増し増しで、もちろん。まあ、いつかね、いつかみんなでピザパーティーしたいですね。お、マルゲリータとミックスピザの2枚食べた。いいですね。そうね。そういえばピザってほとんど食べたことない。マジ？そりゃやばいよ、そりゃやばいよ。おいしいやん、おいしいやんやん。タコ棒もいいけど、ミヤのタコ抜くからな。だからタコの代わりに何か入れるんよ。ウィンナーだったら食べる。いや、シカゴピザ食べたい。
そう、私シカゴピザめちゃめちゃずっと前から食べたいって思ってるんだけど、全然食べる機会がなくて。カナピー、カナピーやん。そうなんだよね、やっぱピザってさ結構高いじゃん。そこそこの値段するから、そこがねちょっとってなるんですけど、買うんですよね。あ、いいね、オリジナルピザもいいよね。いや、そう、ピザとかオーライよね。炭酸、炭酸も美味しい。ピザの耳はあのチーズ入れます。もちもち東京来た時 Uber で取り寄せてみて、シカゴピザ。えー、取り寄せてみよう。確かにガストのピザちょっと安いよね。安めの、美味しい、よく食べるよ。よくは食べんけど、マイハと食べるかも。デザートピザ食べたい。スモア食べたい。ピザじゃなくなったけど。ピザでもあるのかな。マシュマロ？マシュマロ。チョコにマシュマロ。作ろうと思えば作れるよね、こっちでね。もうなんかその生地だけ買ってピザの。チキラ。無限大、無限大です、本当に無限大。いや、そう、コストコのピザも食べたいんですよ。サイズでかいから。チーズに蜂蜜は最高です。なんでそんな食べ物の知識豊富なの。いや、別に豊富ではないかもしれないけど、食べ物のことしか考えてないから。インフィニティ。え？ドゥルルドゥルドゥルサブステージだ。テテテテテ。無限。うわ、私ロッテリアのハンバーガー食べたい。もりもりの。ブロックホール飲んで。あ、トッピング税のせもちってやってみたいね。Give me five days, ディリリッティティ。え、24日だっけ、9月の、あの、あれ、日清さんのやつ。今月はどうなんだろう、忙しいかな、忙しいか。でも来月の方が忙しいでしょう、多分。どうなんだろう。
ですよね。ああユニバ行きたいな、行けないな行けないマルスライマル。あ9月、9月、あ9月の話してた、9月の。今日のラッキーアイテムはクリームソーダ。え、そうなの？いいね、クリームソーダ。ソーダ。最近のお気に入りコスメ。え？いいね、お気に入り。みんなが決めまーす。なんだろうな。ないな。本当にコスメの知識なさすぎて、やっぱちょっと自分キラキラ好きなんで、うん、分かんない、分かんないね、もうグリッター好き。キラキラ、キラキラさせとけばもう全部好き。って感じ。適当。うち最近買ったやつは、あのコナンのアイシャドウ買いました。コナンのアイシャドウ。歌詞の話は、いや逆にね教えてほしいよね。ミシャ、そうなの、ラメやばい、本当ラメラメバリバリ、気になる顔、ママに言ってみるね、マママジ逆になる、あママ行くしかない。ギンギラギン好きよ、やっぱもうギラギラさせてなんぼよ、最近の、最近はキラキラにさせてこって感じ。あと写真送る、お嬉しい、写真見して、モンさんハートありがとうございます。意外とキラキラが、あでもこんなかな、このラメはマジで中国のやつなんですけど、このラメはね、ほんとキラキラになる。てかこれは結構ライブとかで使うんだけど、めっちゃキラキラなんですよ。で結構なんかいろいろ入ってて、あのハートの形のとかいろいろ入ってるんですけど、これをあのここに塗るんですよ。ここに塗るとほんとキラキラになって、あのライブもなんかちょっとすごい、ライブでも目立つ、キラキラしてて目立つよみたいな、すごいキラキララメラメです、すごい。っていうやつよね、っていう感じだね、うん、それぐらいだねあとないオニオン公園はこれつけてました。このこれでミュウってここにつけてました。
り返ししてね。まあ、またもう今ちょっとメイクしちゃってるんで、めっちゃ薄いけど。私もだんだんテッカテカになってきて、朝日の肌がテカテカです。私の毎日メイクとかないもんだって。私何の需要もないと思う私の毎日メイク。あ、ヘアアレンジ配信いいね。とりあえず巻きます、スパイラル巻きをしていきます。私はもうほぼスパイラルです。一束取ってくるくる巻いて、この辺立たせたいんでみたいな編み込みとか自分でやってみたいんだけど、編み込みができないんだよ。髪の伸びは早い、変態だから早い。やっぱ髪が長いといいね、いろいろアレンジできる。でも長いとね、長いでさ、なんかショートにしたいなとか思ったりもするじゃん。で、短かったら短かったら逆でちょっと早く伸びてほしいなとか思うじゃん。ないものねだりだよねこの世の中ショート風カラオケして、してほしい、カラオケ。どう？ギリギリできてる。やば。外は似合わないよ私。でもここに隠してるんで、めちゃめちゃぼやっとなってる。多分こういう感じになると思う。もっさりして。ねえ、でもやる機会がないよね、なんかショートにする機会が。高めのツイン。あ、ちょっと今からパジャマ移ります。すいません。さあ、一回ね、ほんまに結構さ、切っちゃうと。真横にちょっと作ってみる。たまには真横も。なんか毛量がさ、ほんまに。なんかこっち垂れるんだけど、やだ、つらい。初期、これ初期だよ。ちょっとみんな比べて、これ初期と。
変わってないよ私多分そんな。これでお兄ちゃん大好き言った。お兄ちゃん大好き。この横の毛とかもちゃんと。懐かしいの見れたね、みんなね。パイナップルでも作っちゃおうかな。パイナップル。それだよ。好き好き成人。お、タケコプター。濃い。似合う？ほんま？オーケー。ギャルにはね、なれますか？ギャルにもなれますか？ピアノ。まことくん、いいね、ありがとうございます。前に TikTok で流行ったやつ。
こうサングラスをかけるってやつで、できた。ちょっとダンサーっぽいよね、なんか。はい、では、私の配信は終わります。もうちょっと配信をね終わってしまうんですけど、配信を見てくれてみんなありがとうございました。昼からね、ありがとう。これ後ついちゃう。 はい、そろそろねお寝の時間が。私は寝ませんけれどもね、皆さん最後まで配信見てくださってありがとうございました。また夜もするので、多分7時ぐらいとかに、7時か6時ぐらいにまた1時間くらいしかできんけど配信をすると思うので待ってるよ。では皆さん、この後もお仕事とかね、いろいろ頑張ってください。13位フッサン、12位オウイエーアルマサトリアさん、私はインドネシアから、ハロー、センキューベリーマーチ。11位フッサン、10位がいいえハロタン、そして9位ロコボコさん、8位リョウヤさん、7位マコトくん、6位ハンシくんハンスさん、5位が島風さん、4位がゲンくん、そして第3位がヤスちゃん、第2位がモーさん、そして組織の間でいたるるる、第1位がポンタン、ありがとうございます。あれ今日朝もといいや、ありがとうございました。お昼見に来てくれて、休み時間とかに見に来てくれてありがとうございました。また夜に、ではお会いしましょう。しばしのお別れ。幸せバター買ってこようっと。